ありがとうございます。ないの？あ、なんでくまモンはほっぺが赤いのだって。くまモン、普通のくまモンさん。くまモン、もしかしたらほら、この答えを答えることによってくまモンのこと好きになってもらえるかもしれないから、お答えください。オッケー。さて、これお姉ちゃんの質問をまずおさらいしましょう。くまモンのほっぺはなんで赤いんですかという答えがありました。さあ部長、お答えください。あ、そうですね、あの熊本にはですね、トマトとか赤牛とか、あとはね、赤大とか、あの本当に赤くて美味しいものがたくさんあるんです。そんなね、あの赤をね象徴しているのがくまモンのほっぺです。そしてね、もう一個ね、また今日もね、たくさんの方に会うことができたけれどもね、皆さんに会うことができてすごく嬉しいからね、ほっぺも真っ赤なんだと思いますね。ありがとう。皆さんちょっと覚えてますか？皆さん、くまモンのほっぺがなくなった事件を覚えているでしょうか？ね、あのくまモンのね、ここをね、このほっぺがなくなっちゃったんですよ。で、真っ黒になっちゃった、本当に顔色が悪くなっちゃったんですけれどもね。そうなったんですけどもね、やっぱりね、くまモンのここね、赤がねすごく大事だったもんね。ほっぺが大事だということも分かりました。そしてくまモンのほっぺがなくなった場所がですね、熊本県のそういったトマトとか、いちごとかスイカとか、赤くて美味しいものが取れるところから見つかったということでした。なのでね、あのくまモンもなんかほっぺたを落とさないように、赤くて美味しいものを食べていきたいと思いますからね、ぜひ皆さんも食べてもらえれば嬉しいです。もう一回、もう一回聞いてみよう。お姉ちゃん、くまモンのことは好きですか、普通ですか、嫌いですか？好きです。ありがとうございます。もう余計ほっぺが赤くなっちゃうね、部長ね。はい、ということで元気にね、質問してくれたお姉ちゃんに拍手をお願いします。ありがとうございます。すごく嬉しい質問、ありがとうございます。さあ、じゃあもう一人聞いてみようかな。はい、何か質問があるよとして、はーい、はい、ありがとうございます。じゃあ